モセです。モセです。タップドです。お願いします。お願いします。はい。本日は、はい、石田さんいないんですけど。どこ行ったんですか。石田さん、体調不良。はい、体調不良。今大会の1週間前ちゃうんですか。もしかしたら大会出れない可能性もあるかもしれないですね。それはちょっとまずいですね。はい。まあでも、僕も大会近いんで。そうですね。あと、5日前。5日前。もう直近じゃないですか。はい。でポージング、ね、はい、全然練習しないんで。5日前はちょっとやらないといけないですね。そうですね。さすがに。ボディービル大先輩なんで、皆さん、はい、教えてほしいなってことで。任せてください。初っすもんね、ボディービル。初ボディービル。いや、かなりいいっすよ。マジっすか、体は正直。足だいぶ変わったっすね。いや、だいぶ変わったっす。足と腕、だいぶ良くなったっす、1年で。そうっすよね。はい。ビューダース完璧に。いや、パンプしてないんで。そうっすね。大会当日は、これからまだパンプして出るんで。そうっすね。水分調整して、はい、塩分調整して、はい、さらにここからドライになって、パンプするわけでしょ。はいはい、優勝でしょ。優勝っすか。優勝っす。優勝じゃ10万円っすよ。レモンクラシック。ちょっとポージングのコーチとして3万ぐらいはちょっと、こっちに。マジっすか、はい、結構持ってかれるっす。おたくなんで。じゃあちょっとやっていきますか。フロントラックス。足カット出して、わ、いいっすね。で、この時に胸椎もちょっとグッとすくい上げて、そうそうそう、いいっすね。うわ、めちゃくちゃいいっす。いいっすか、はい、これで足のカットキープして、OK、オッケーっすか。最後。このまま、そのまま、ケツ締めてひねる。わ、いいっすね。で、腹斜締めれたら理想っすね。ここをもうちょっと、あ、そうっすね、空気抜いて。で、あ、めっちゃいい。あ、そうっす、いいっすね。OK っす。バイ。足幅狭く。そうですね。隙間を見せないように。ああ、いいっすね。もうちょい広がるんちゃうんですか、その場合。背中。そう。で、もうちょっと胸椎張って、でここまでギュッと力、ここが今入ってないんだ。あ、そうそうそう。ここまで入れて、で、なおかつちょっと広げる。そう。で、手は、ここ。あ、いいっすね。で、もうちょっと広げる。あ、いいっすね。これですね。これか。これです。今、いいです、めっちゃ。で、ケツ、抜けてる。あー、オッケーっす。キープ、キープ。オッケーっす。あー、きつ。あれ、きついっすよね。えぐいっす。ボディビルのポージング、えぐい。フィリリングとは毛が違う。立ってだけじゃないんで。深い。深いっす。いや、サイドめっちゃいいっす。そう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 。で、そう、締めて、いいっすね。で、頭を上げて、まっすぐ向いたまま。いいっす、かなりいいっす。OK っす。ダブルバイ。足、肩を固めて。うわ、いいっすね。この時に、もうちょっと胸椎、あ、そうそう、膨らまして。そう。で、今、二頭のピークがもうちょっと頭入るはずの場合。あ、そうそう。で、肘ちょっとすくい上げる。あ、そうそうそう。で、すくい上げた状態で、ここ、あ、そう。いいっすね。いいっす、かなりです。で、足頑張って、力入れる。力入れる。力入れる。そうそうそう、キープ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 。OK っす。きつ。えぐい。いいです。ラットスプレーです。グッと、そう。出して、そう、肩張り出して、で、審査員が多分下から見るんで、若干体を間延びするのを、そう、こっちに防ぐ。そうそうそう、いいっすね。そう。で、そのまま足、頑張って肩出し続ける。そう。で、お腹、一つ膨らまして、でかく見せる。そう、いいっすね、いいっすね。キープ、キープ、キープ、キープ。おいっす。あっ、サイドチェスト。いや、めちゃくちゃいいっす、サイドチェスト。胸も出てる、腕、肩出してる。いや、めっちゃいいっすね、これ。みんなわかります？これ。めっちゃいいっす。で、気持ち、あと、もういい。あ、いいっすね。かなりいいっす。これ、キープ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 。OK っす。バックのダブルバイ。あ、いいっすね。ケツもスウェーション入ってるっすね。これ、水分抜けたら多分、バッチリっす。いいっすね。
多分ね、ハツさんはもっと広がる背中。あ、そう。広げた状態で、しっかり下部も、しっかり、そう、入ってきます。振り出す。まだ広がるんちゃうんすか？肘もうちょっと気持ち前に出して。オッケー。ケツ抜けてきた。ケツ抜けてきた。オッケーっす。バックのラップスプレーです。うわ、めっちゃいいですね。ハツさん、やっぱ背中強いんで、これはかなり武器になるんですね。で、ここで、ケツもうちょっと多分締まるっす。あ、そう。締めて、で、足をね、もうちょっと、つま先外に広げたら、ここの横の厚みが出るんで、そう。で、ちょっと体もうちょっと倒すした、審査に向けて。そう、いいっすね。で、ケツ、頑張って締める。そう、オッケー。完璧っす。で、最後、トライスしますいいっすね。めっちゃいいっす。で、お腹頑張って締める。このライン、ハツもっと出たっす。で、いいっすね。かなりいいっす。そうバチリっす。それ、アブドミナルス、はい。付け根からしっかりカット出して、付け根出したらお腹を空気抜いて、一回もっと空気抜けるんですよ。で、ちょっと丸める。そう。丸めて、で、足のカット頑張って出す。オッケーっす。マスクラ。ここでもう思いっきり上半身のこの肩と僧帽を見せる。めちゃめちゃいい。オッケーっす。優勝っす。汗だくや。こんだけポージングしたら汗出るんで、また水抜いてたら多分もっとドライになるんで、もっとよく見えてくるっす。えぐ。どうっすか？きついっすね、オーディビル。これが8ホール。比較になればこれ2回連続。えぐいな。回されたりして。フィジールだけで始まる。意識するポイントもバリ多いっす。バリ多いっすよね。足意識したら上抜けるし、はい、上意識してたら足抜けるし。これエグいっすね。なかなかやばいでしょ。これがボディビルか。ハタさん、僕らのメンバー、単独トリオで、一番マスコントロール、上手なハタさんでさえ、こんだけきついんで、普通の人は多分、だいぶ練習しないと苦戦するっすよね。俺普通言われてるんで、これはエグいっすね。なかなか大変っす。バリきついっす。汗バリかいです。ちなみに、ボディビルの練習者は絞れるらしいんで、有酸素じゃなくて、ポージングで絞る。はい。確かに。フリーポーズも考えますもんね。そうっすね。曲とか決まってるんですよ。曲、さっき決めました。さっき、はい。さっき、なんか、YouTube 著作権フリーの、ちょっとダビングしに行かなかった。そうですか。はい。それちょっと楽しみに、そうっすね。置いてた方がいいっすかね。これは見に来た人とか。いや、でもこれかなり多分あるっすよ。マジっすか。うん。まあ、未知なの誰よりか分かんないけど。そうっすね。そこにもよると思うんですけど、はい、かなり1年で成長は、ライブが上手っす。ね、足。僕の秘伝のブルガリアのも、はい、ブルガリアを使ったのが一番足変わるっす、マジで。足変わるっすよ。マジであれ、一番きついっすもん、正直。ダントツっすよね。ブルガリア使うとおすすめです。おすすめっす。フルレンジで下げてください、深く。そうっすね。深く下げへんなんてやる価値ないっす、ブルガリア。価値までないっすか。はい。それはもうブルガリアじゃないっすか。はい、レッグプレスってちょんちょんやるので一緒じゃないですか。確かに、そうっすね。ブルガリアじゃなくていいじゃないっすか。おっさんとかがよくわからん、おもろさつけて、ちょん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 やるってこと。確かに。そっちやっとけばいいんで。ブルガリアやったら深く下げてください。間違いないです。じゃないと、やる意味がない。で、1年でこんだけ足が。1年もやってるんですよ、ブルガリア。まあ、確かに。3、4ヶ月とかちゃう。4ヶ月ぐらいじゃないですか、ガチで。そうですよ。で、こんだけ変わったんで、足。いや、だいぶいいっす。ブルガリアも50キロ、50キロで、セット組んでるんで。初め35っすね。35とかから。だいぶ伸ばしたっすね。減量中に伸ばしてたっすね。減量中に伸ばしてたっすね。はい。あとは結果、そうですね、デビュー戦優勝して10万円獲得するだけです。間違いないです。その3万僕もいただくんで、はい、美味しいので行きましょう。はい、はい、レモンクラシックだと僕ライブもするんで。確かに。はい。そっちの練習は大丈夫ですか？そっちの練習前日にリハさせて、共有させてもらえるんで。あ、そうなんですか。すごい時間経って感じですね。はい。ということで頑張りますんで、ウエさんもその普通のに、そうですね、大阪
石野さんが出るかちょっと危うくなってきたんですけど、対決する可能性もあるんで、はい、ちょっと挑戦していきます。はい、最後によろしくお願いします。声がちゃんと強く、よろしくお願いします。